こんにちはキットマン北海道探索チャンネル今回は札幌市の経路パスが廃止になるという話でございます今現在は1000円自己負担すると1万円優待されるとさらに17000万7円自己負担すると53000万3000円、ね、優待されるっていう状態なんですがこれが変更後このようになります 自己負担による優待を廃止、まあ、経路パスが廃止され、健康増進活動によるスマホを利用したポイント制になるそうです。なおかつ、2万円が上限となります。どういうことかっていうと、健康増進活動、例えば保守、歩数。 たくさん歩くとポイントが加算されてそれが、まあ、あと割引になるっていう話ですよね他にボランティアだとか、まあ、社会活動なんかをするとポイントがたまってそのポイントを使ってバスや地下鉄なんかに乗りましょう、まあ、割引で乗りましょうっていう話でございます。これははちちょょっっっっととととねね体ががが調子悪いとか、ね、膝が痛いいか膝痛歩くのがちょっと大変だっててう人にとってはこう 足をねこう痛い痛い痛いってやりながら2万歩歩かないとまあ1,000円2,000の割引にならないとかね、まあ、そういう話になってきますよね私はまだまだ70歳には及ばないですけれども私みたいに一人でトレーニングをして一人で健康を維持したいでも地下鉄とかバスを乗りたいという人は、まあ、ポイントがたまらず全部自己負担でそのバスとか地下鉄とかね路面電車に乗らなければならないみたいな感じで。 で、まあ、かなり利用者にとって負担は大きい制度になりますよね。経路パスが廃止になったら、そのバス地下鉄路面電車をね。もう。 自分でこう支払う負担が増えるわけですから、それだったらね、高齢者、免許返納しないでもう75歳だろうが、95歳だろうが、115歳だろうが、もうあの交通はね、お金かかるから全部自分の車で全部イオンに行ってね、コープ札幌行って、もう全部ね、ぶつかろうが何しろが、行ってやるかっていう人が増えたとすれば、逆にね、事故とかも増えるんじゃないかなとか思いますけれども、皆さんはどう思いますか そもそもなぜこの経路パスを見直しすることになったのかという話なんですけれども、もともと札幌市の経路パスというのはね、無料だったんですけれども、まあ、財源なんかのね、問題があり、札幌市,市民がどんどん自分で負担して乗るようになってきて、まあ、今現在に至っているという話なんですけれども、経路パスの対象者である70歳以上の人たちの56.8%は、 使ってないんですね使ってないんです そして、より多くの人が公平に使えるようなシステム、制度にしたいということで、まあ、今回の経路パスをね、見直すっていう経緯もありますし、あとはこれから老人の方がね、もう70代、80代がどん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 増えてきますから、まあ、そういう人にね、すべてを、まあ、経路パスを配布していったら、もう本当にね、財源がもっと厳しくなるっていう、そういう話なんだと思います。 今70歳以上の対象者のうち56.8%の人が敬老パス使っていないという話をしましたけれども7万円分以上使っている人が4.2%。で 9%の、全体の9%の人たちが予算の50億円のうちの半分を使っているっていうことなんですよね。なので、まあ公平かどうかって言ったら全然公平じゃないシステムだから、まあ、もうちょっと公平にしていこうっていう話なので、札幌市のね、あの考えていることもね、今回は、今回はって言ったら失礼ですけれども、今回はね、理解できます。 では仮にマックスマックスでお金を使ったらどれぐらいなのか、ちょっとね、計算してみました。えー 上鉄バス定山渓から札幌駅まで片道790円これを往復すると1580円になりますこれを週5回乗ったら7900円この状態を1か月続けると3万1600円でこの1か月の3万1600円を12か月1年続けたら37万9200円になりますこれちょっとねあのすごすぎましたねでもこののうちの5万円以上はされ ていたていたとうことになりますよねでこれも新しい制度からは上限が2万円ということになりますしまあその2万円を得るためにねたくさん歩いてたくさんボランティアをする必要があるっていうことですよね、まあ、37万円はねちょっと行き過ぎたので、えー、と仮に札幌駅から麻布駅まで南北線を利用した場合片道250円で往復1日500円。 これを週5回乗った場合円になりますこれを1か月続けると1万円で1年間札幌駅から麻布駅までの南北線を乗ると12万円になります、まあ、このうちのまあ5万円以上は優待されていたんですがこれも一緒ですよね、まあ、上限が2万円以下になるっていう話ですからね、まあ、明らかにまあ、ね、負,担負担は大きいことには変わりはないですよね。で私の中で 敬老、ね、パスも大事なんですけれども今年の2月の中国人の春節の時期はねバスに乗れない札幌市民で、えー、かなりいっぱいだったんじゃないですかねそっちの方ね、まあ、どうにかお金を回すなり何な,なり工夫していただきたいなと思いましたね特に定山系に行く、ね、定山系温泉とか宝平郷温泉行きの常鉄バスがひどかったですね外国人でで観光客であふれかえり でこんなキャリーケースをねあの通路のとこにゴロ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 集団で置くもんですから、まあ50まあ、40人とかね50人ぐらい乗れたようなバスがもう,もうね全然乗れない乗れないですよね定員以下でその満員になったような状態で発車し、まあ、途中で乗る人ねあの結構いたんですけれどもそのバスの運転手さんがこの インカムを使ってね、次のバスに乗ってくださいと、ね。まあ冬の中、ね、次の便まで待ってくださいってなかなか大変なのでね、まあ、そういうその観光シーズンの一番お客さんの多い時期にね、まあバスをね、まあ手配してほしいですよね。手配するにはお金がかかりますから、お金をね、まあちょっとどうにかしてほしいですよね。今回は コロナ禍明けのものすごいねあの大繁盛をしたということで今年はまだ見逃されると思うんですけれども来年同じこと多分起きますから2回同じじ失敗しなななければいいんじゃないんゃのかなと私は思っております秋元市長も想定外みたいな感じなことを言ってましたけれどもね、まあ、想定外は 1>, あの1回だけ通用しました、ね、2回目は想定外にはならないと私は思いますけれどもね皆さんはどう思いますか敬老パスが廃止され、えー、たくさん歩いてたくさんボランティアをすることによって得たポイントでやっとバスが割引になるっていうねそういうシステムなんですけれどもこれからもね今年の冬もねとバスの料金も上がりますし。 乗る人、利用する人の負担も増え、えー、ね、勇退も減り、みたいな感じで、本当に大変なことになってくるよなと思っております。まあ、私が70歳になる頃はね、まあ、70歳まで生きてるかどうかよくわからないですけれども、あと、まあ、40年近くありますよね。まあ、30年後とかはね、例えば、あ平岸から 大通りまでバス1,000円とかになってるかもしれませんしあるいは札幌市まあ札幌市だけじゃなくまあ国でね強制といって外国人移民を推進する動きがありますから仮にどん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 外国人が入ってくれば経済もよくなって働く人もいてねバスの運転手も確保できてまあそんなに。 負担にならなならかかったりすするのももしれれいですけれどもね、まあ、その外国人の移民についてはねまた別な会でやり,やりたいなとは思っている,いるんですけれどもねちなみに札幌市以外はどうなのかっていう話なんですけれども苫小牧市は、えー、1ヶ月。 乗り放題何回でも乗ることができるそのフリーパスみたいなのが2,000円で販売しているそうですで室蘭市はワンコインパスというのを購入すると1回100円でバスを乗ることができるということなんですよねこの割引券のを購入割引をする権利を買わなければいけないということですよね ワンコインパスっていうのは、ちょっと前まで1年間3000円で購入できたんですが、現在は半年間で3000円だそうです。これ1年間から半年っていうのはね、大きいですね。まあ今まで1年間3000円で乗れたものが1年間6000円になったっていう話ですよね。で、実証結果により継続するためには現時点ではバス、 あパス購入代金を3000円から12000円にしなければならないそうです。なので、後々は、えー、ワンコインパスを買うのに12000円になってしまうという話なんでしょうね。なので、3000円のままで期間を短くしてということなんでしょうね。なので、 これからはひょっとしたら1ヶ月3000円のワンコインパスになるかもしれないですよね。まあこういった経路パスだとか優待割引っていうのは札幌市に限った話じゃないんですよね。ルモイ市も見てみましょうか。ルモイ市なんかもと75歳以上のルモイ市民は運賃の半額って書いて、半額が割引と書いてあります。まあ、半額なのでね、まあ400円だったら200円っていうね、そういう話になります。 ということでこの敬老パスっていうのはまだそのいろいろね議論がされている状態ということなんですけれどもねまあ上限は間違いなく下げられるでしょうしね、えー、まあ本当に市民の負担が増えることは間違いはないよなと思いますけれどもねまあ市民の負担が増えることによってその自家乗用車ですよねマイカーを使って たあその高齢者の事故、まあこれどうするのかなってねそのぐらいですかね私の中での不安はということで今回は軽労パスの話でしたありがとうございました。